近藤養魚場さんの声を紹介していきたいと思います。今回は年越しということで、はい、2012年1年間ありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。また、皆さんも本当に来年もいい年でありますように、まあ声の方もいい声を出していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは1本目の声の紹介いきたいと思います。近藤養魚場さんの紅白で搭載18センチです。お願いします。はい、まあ、こちらの鯉なんですけど、まあ、模様の変化のある、ちょっとユニークな鯉で、出品させていただきました。まあ、ベーニの方も、まあ、頭の際とか、画像の方でよく見てもらえば分かると思うんですけど、本当に質のいい鯉で出しております。まあ、この鯉はですね、僕は個人的には結構好きな鯉なんですけど、模様の変化がちょっとユニークなんで、嫌いな人もおるかもしれませんが、本当に面白い鯉だと思います。はい、頭の入りが何とも言えない面白さですね。そうですね、僕は大好きですけどね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと横の方、はい、はい、お願いします。こう人が持ってないような模様っていうのは、まあ、こういう切れ込みがまた魅力なんですけどね。まあ、なかなかこういう模様は作ろうと思ってできる模様じゃないんで、1本ぐらい折っても面白いかもしれませんね。はい、池の中でもまず目につきそうな、そうですね、はい、模様してますので、楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。近藤養魚場さんの紅白、搭載サイズが18センチです。ぜひよろしくお願いします。お願いします。